明治安田生命レディス最終日、14日。高知、土佐シ,シーイコールパー72。渋野ひな子、22イコールサントリーは77と崩れ、通算7オーバーの57位に終わった。予選落ちした試合を除き、国内ツアー事故ワーストジュニ位と苦しんだ一方で、罰金問題が浮上している。今大会中に、 渋野ひな子は4月1日開幕の海外メジャー、ANA インスピレーション、カリフォルニア州出場を表明。さらにエントリー済みの米女子ツアーのアジアシリーズ初戦、HSBC 女子世界選手権、4月29日から、シンガポールの出場も明言した。現在は、新型コロナウイルス化により帰国後の自主隔離期間の、行動規制を緩和する、アスリートトラックが停止中。 状況が大きく変わらない限り、HSBC の直後に帰国しても、翌週の国内メジャー、ワールドレディスサロンパスカップ、5月6日から、茨城には出場できない。一方で、2019年の同大会で、ツアー初優勝を飾った、渋野ひな子は前回優勝者として、出場義務がある。欠場すれば、日本女子、プロゴルフ協会、 ジェルピーガの規定により100万円の罰金の対象になる。コロナの影響で欠場する場合には、出場義務を免除する特別規定が設けられているものの、渋野ひな子のケースにこれを適用するかについては、トーナメント事業部で審議します。ジェルピーガと不透明だ。渋野ひな子自身は100万円の罰金よりも、プライスレスな米ツアーでの経験に重きを、 置いているのだろうが、ジェルピーガの判断は大きな注目を集めそうだ。稲見萌ね10ランクアップの53位畑岡7位。渋野雛子15位、女子世界ランク15日付の女子世界ランキングが発表され、国内女子ツアー2021年第2戦。 明治安田生命レディス横浜タイヤで20から21年シーズン2勝目を挙げた稲見もねが63位から53位に上がった日本勢は7位の畑岡奈社と15位の渋野の雛子が変わらずここは彩香が3ランクダウンの22位26位のままだった鈴木愛が続き5番手につける稲見は1ランクダウンで65位となった 小祝い桜との差を広げた。日本とフィリピンの両国籍を持つ笹生ゆかは3、ランクアップの44位。米女子ツアーは2週のオープンウィークに入っており、1位子、ジンヨン。2位、キムセヨン、ともに、韓国。3位、ネリー・コルダラトップ10に変動はなかった。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。